家財さむ灯籠言えば言うほど人は私を信じてくれません。会う人会う人みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく顔を見たくて尋ねて行っても 何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いでございます。もうどこへも行きたくなくなりました。すぐ近くのお湯屋へ行くのにもきっと日暮れを選んでまいります。誰にも顔を見られたくないのです。 真夏の自分には、それでも夕闇の中に、私の浴衣が白く浮かんで、恐ろしく目立つような気がして、死ぬるほど遠惑いたしました。昨日今日めっきり涼しくなって、そろそろセルの季節に入りましたから、早速黒地の一重に着替えるつもりでございます。 こんな身の上のままに秋も過ぎ、冬も過ぎ、春も過ぎ、またぞろ夏がやってきて、再び白地の浴衣を着て歩かなければならないとしたならそれはあんまりのことでございます。せめて来年の夏までには、この朝顔の模様の浴衣を臆することなく、 来て歩ける身分になっていたい。縁日の人混みの中を薄化粧して歩いてみたい。その時の喜びを思うと、今からもう胸がときめきいたします。盗みをいたしました。 それに違いはございません。いいことをしたとは思いません。けれども。いいえ。はじめから申し上げます。私は神様に向かって申し上げるのだ。私は人を頼らない。私の話を信じられる人は、信じるがいい。 私は貧しい下駄屋の、それも一人娘でございます。夕べを台所に座ってネギを切っていたら、裏の原っぱで、姉、ね、ちゃんと泣きかけて呼ぶ子供の声が哀れに聞こえてきましたが、私はふっと手を休めて考えました。 私にもあんなに慕って泣いて呼びかけてくれる弟か妹があったならば、こんなにわびしい身の上にならなくてよかったのかもしれないと思われて、ネギの匂いの染みる目に熱い涙が湧いて出て、手の甲で涙を拭いたら、一層ネギの匂いに刺され、後から後から涙が出てきて、 どうしていいかわからなくなってしまいました。あのわがまま娘がとうとう男狂いを始めたと、神結さんのところから噂が立ち始めたのは、今年の葉桜の頃で、なでしこの花やあやめの花が縁日の夜店に出始めて、 けれどもあの頃は本当に楽しゅうございました。水野さんは日が暮れると私を迎えに来てくれて、私は日の暮れぬ先からもうちゃんと着物を着替えて、お化粧も済ませ、何度も何度も家の門口を出たり入ったりいたします。近所の人たちはそのような私の姿を見つけて、それ、 ゲタヤの咲子の男狂いが始まったなど、そっと指差し囁き交わして笑っていたのが、後になって私にもわかって参りました。父も母もうすうす感づいていたのでしょうが、それでも何にも言えないのです。私は今年二十四になりますけれども、 それでもお嫁に行かず、お婿さんも取れずにいるのは、うちの貧しいゆえもございますが、母はこの町内での顔聞きの地主さんのおめかけだったのを、私の父と話し合ってしまって、地主さんの恩を忘れて、父の家へ駆け込んできて、まもなく私を産み落とし、 私の目鼻立ちが、地主さんにも、また私の父にも似ていないとやらで、いよいよ世間を狭くし、一時はほとんど日陰者扱いを受けていたらしく。そんな家庭の娘ゆえ、遠慮いのも当たり前でございましょう。もっとも、こんな器量では、 お金持ちの家族さんの家に生まれてみても、やっぱり、遠い医定めなのかもしれませぬけれど。それでも私は、私の父を恨んでいません。母をも恨んでおりません。私は父の実の子です。誰が何と言おうと、 私はそれを信じております。父も母も私を大事にしてくれます。私も随分両親をいたわります。父も母も弱い人です。実の子の私にさえ何かと遠慮をいたします。 弱いおどおどした人をみんなで優しくいたわらなければならないと存じます。私は両親のためにはどんな苦しい寂しいことにでも耐え忍んで行こうと思っていました。けれども、水野さんと知り合いになってからは、やっぱり少し、 親孝行を怠ってしまいました。もうすも恥ずかしいことでございます。水野さんは私より五つも年下の商業学校の生徒なのです。けれども、お許しください。私には他にしようがなかったのです。 水野さんとは今年の春、私が左の目をわずらって近くの名車へ通ってその病院の待合室で知り合いになったのでございます。私は一目で人を好きになってしまう太ちの女でございます。やはり私と同じように左の目に白い眼帯をかけ、 深いげに眉をひそめて小さい辞書のページをあちこち食って調べておられるご様子は大変おかわいそうに見えました。私もまた眼帯のためにうつうつ気がうして待合室の窓から外の C の若葉を眺めてみても C の若葉がひどい影うに包まれて メラメラ青く燃え上がっているように見え、外界のものがすべて遠いおとぎ話の国の中にあるように思われ、水野さんのお顔があんなにこの世のものならず美しく尊く感じられたのも、きっとあの私の眼帯の魔法が手伝っていたと存じます。 水野さんは、みなしごなのです。誰も親身になってあげる人がないのです。元はなかなかの役種問屋で、お母さんは水野さんが赤ん坊の頃に亡くなられ、またお父さんも水野さんが十二の時にお亡くなりになられて、それからうちが行けなくなって、兄さん二人、姉さん一人、 みんなちりじりに遠い親戚に引き取られ、マっの水野さんはお店の番頭さんに養われることになって、今は商業学校に通わせてもらっているものの、それでも随分気づまりなわびしい一日一日を送っておられるらしく、私と一緒に散歩などしているときだけが、 楽しいのだ、と、ご自分でも、しみじみそうおっしゃっていたことがございます。身の回りについても、いろいろとご不自由のことがあるらしく、今年の夏、お友達と海へ泳ぎに行く約束をしちゃったとおっしゃって、それでもちっとも楽しそうな様子が見えず、 帰って打ちしおれておられて、その夜、私は、盗みをいたしました。男の海水着を一枚盗みました。町内では一番手広く飽きなっている大丸の店へすっと入っていって、 女の簡単服をあれこれ選んでいるふりをして、後ろの黒い海水着をそっと手繰り寄せ、脇の下にぴったり抱え込み、静かに店を出たのですが、二三軒歩いて後ろから、もしもし、と声をかけられ、わーっと大声発したいほどの恐怖に駆られて、気違いのように走りました。泥棒 という太いわめき声を後ろに聞いて、がんと肩を打たれてよろめいてふっと振り向いたら、ピシャンと頬を殴られました。私は交番に連れて行かれました。交番の前には黒山のように人がたかりました。 みんな町内の見知った顔の人たちばかりでした。私の髪はほどけて、浴衣の裾からは膝小僧さえ出ていました。浅ましい姿だと思いました。おまわりさんは私を交番の奥の畳を敷いてある狭い部屋に座らせ、いろいろ私に問いただしました。 色が白く、細表の、金縁のメガネをかけた、二十七八の、いやらしい、おまわりさんでございました。一通り私の名前や住所や年齢を尋ねて、それをいちいち手帳に書き取ってから、急にニヤニヤ笑い出して、今度で何回目だね。 言いました私はゾっと寒気を覚えました。私には答える言葉が思い浮かばなかったのでございます。まごまごしていたら牢屋へ入れられる。重い罪名を負わされる。何とかしてうまく言い逃れなければ、と私は必死になって弁解の言葉を探したのでございますが、 何と言い張ったらよいのか、ごり夢中をさまよう思いで、あんなに恐ろしかったことはございません。叫ぶようにして、やっと言い出した言葉は、自分ながら無様な唐突なもので、けれども、一言言い出したら、まるで狐に疲れたように止めどもなくおしゃべりが始まって、なんだか、 狂っていたようにも思われます。私を牢へ入れてはいけません。私は悪くないのです。私は二十四になります。二十四年間私は親孝行いたしました。父と母に大事に大事に仕えてきました。私は何が悪いのです私は人様から後ろ指一つ刺されたことがございません。 水野さんは立派な方です。今にきっとお偉くなるお方なのです。それは私に分かっております。私はあのお方に恥をかかせたくなかったのです。お友達と海へ行く約束があったのです。人並みの支度をさせて海へやろうと思ったんだ。それがなぜ悪いことなのです私はバカです。 バカなんだけれど、それでも私は立派に水野さんを仕立ててご覧に入れます。あのお方は上品な生まれの人なのです。他の人とは違うのです。私はどうなってもいいんだ。あの人さえ立派に世の中へ出られたら、それでも私はいいんだ。私には仕事があるのです。私を牢に入れてはいけません。 私は二十四になるまで何一つ悪いことをしなかった。弱い両親を一生懸命いたわってきたんじゃないか。嫌です嫌です私を牢へ入れてはいけません私は牢へ入れられるわけはない。二十四年間、勤めに勤めて、そうしてたった一晩、ふっと間違って手を動かしたからって、 それだけのことで24年間。いいえ、私の一生をめちゃめちゃにするのはいけないことです。間違っています。私には不思議でなりません。一生のうちたった一度、思わず右手が一尺動いたからって、それが手癖の悪い証拠になるのでしょうか。あんまりです。あんまりです。たった一度。 ほんの二三分の事件じゃないか。私はまだ若いのです。これからの命です。私は今までと同じように、辛い貧乏暮らしを辛抱して生きてゆくのです。それだけのことなんだ。私は何にも変わっていやしない。昨日のままの先子です。海水に一つで大丸さんにどんな迷惑がかかるのか。 人を騙して千円二千円と絞り取っても、いいえ、一心代潰してやって、それでみんなに褒められている人さえあるじゃございませんか。老は、一体誰のためにあるのですお金のない人ばかりローへ入れられています。あの人たちはきっと他人を騙すことのできない弱い正直な性質なんだ。 人を騙していい生活をするほど悪賢くないから、だんだん追い詰められて、あんな馬鹿げたことをして、二円三円を強奪して、そうして五年も十年も牢へ入っていなければいけない。<laughs> おかしいおかしい。なんてこと。 私はきっと狂っていたのでしょう。それに違いございませぬ。おまわりさんは青い顔をしてじっと私を見つめていました。私はふっとそのおまわりさんを好きに思いました。泣きながら それでも無理して微笑んでみせました。どうやら私は精神病者の扱いを受けたようでございます。おまわりさんは腫れ物に触るように大事に私を警察署へ連れて行ってくださいました。その夜は留置所に止められ朝になって 父が迎えに来てくれて、私は家へ帰してもらいました。父は家へ帰る途中、殴られやしなかったかと、一言そっと私に尋ねたきりで、他には何にも言いませんでした。その日の夕刊を見て、私は顔を、 耳まで赤くしました。私のことが出ていたのでございます。万引きにも三部の理変質の左翼少女、とうとうと美レイ句。という見出しでございました。恥辱はそれだけでございませんでした。近所の人たちは、 うろうろ私の家の周りを歩いて、私もはじめはそれが何の意味かわかりませんでしたが、みんな私の様を覗きに来ているのだと気づいた時には、私はわなわな震えました。私のあのちょっとした動作が、どんなに大事件だったのか、だんだんはっきりわかってきて。あの時、 私のうちに毒薬があれば、私は気楽に飲んだことでございましょうし、近くに竹藪でもあれば、私は平気で中へ入っていって、首をつったことでございましょう。二三日の間、私の家では店を閉めました。やがて私は、 水野さんからもお手紙いただきました。僕はこの世の中で、サキコさんを一番信じている人間であります。ただ、サキコさんには教育が足りない。サキコさんは正直な女性なれども、環境において、 正しくないところがあります。僕はそこの箇所を直してやろうと努力してきたのであるが、やはり絶対のものがあります。人間は学問がなければいけません。先日友人と共に海水浴に行き、海辺にて 人間の向上心の必要について長いこと論じ合った。僕たちは今に偉くなるだろう。さきこさんも、以後は行いを慎み、犯した罪の万分の一にても償い、深く社会に陳謝するよう、社会の人、その罪を憎みて、 その人を憎まず。水野三郎。毒後必ず焼却のこと。封筒も共に焼却してください。必ず。これが手紙の全文でございます。私は水野さんが もともとお金持ちの育ちだったことを忘れていました。針のむしろの一日一日が過ぎて、もうこんなに涼しくなってまいりました。今夜は父がどうもこんなに電灯が暗くては気がめいっていけないと申して、六畳間の電球を 五十色の明るい電球と取り替えました。そうして親子三人、明るい伝統のもとで夕食をいただきました。母は、ああ眩しい眩しいと言っては、箸持つ手を額にかざして大変ウキウキはしゃいで、私も父にお尺をしてあげました。 私たちの幸せは、所詮こんなお部屋の電球を変えることくらいのものなのだと、こっそり自分に言い聞かせてみましたが、そんなにわびしい気も起こらず、かえってこのつつましい電灯を灯した私たちの一家が、随分綺麗な相馬灯のような気がしてきて。ああ、覗くなら覗け。 私たち親子は美しいのだ。と、庭に泣く虫にまでも知らせてあげたい静かな喜びが、胸にこみ上げてきたのでございます。